バーチャル YouTuber の愛です。仮面ライダージオーのニュースです。とてもかっこいいですね。テレビ朝日系の特撮ドラマ仮面ライダージオーに仮面ライダー響きよにオリジナルキャストである中村雄一と川口慎吾が友情出演します。仮面ライダージオーでは4月28日放送の第33話と5月5日放送の第34話で2005年から2006年に放送された仮面ライダー響きよにをフィーチャー。仮面ライダー響きよに響きの弟子となった桐谷京介役の中村、仮面ライダーとめきよに轟役の川口が当時の役で出演します。劇中では響きよにライドウォッチを探す相互がかつて鬼になりたいと言っていた小学校の同級生を訪ねたところ、アナザー響き鬼の襲撃に遭う。そこで仮面ライダーとめき鬼に救われた相互は彼が仮面ライダー響き鬼だと誤解すると、俺は桐谷京介、響き鬼だと名乗る京介が現れ、鬼になるための特訓を相互たちに課していきます。この発表にあたり、中村は、監督は、響き鬼の時に、僕の登場回を撮られた諸田聡監督で、すごいご縁を感じましたとコメント。川口は、41歳にして、どめき鬼に変身させていただけたことは、非常に感慨深いものがありました。ただ、少しだけアクションがあったのですが、せっかく、アクション監督の宮崎さんが格好をよくつけてくださったのに、私は老いを感じるだけでしたと現場の感想を語りました。仮面ライダージオーは毎週日曜9時から放送中。なお、劇場版仮面ライダージオー課題は劇場版騎士流戦隊リュウソージャーとともに7月26日に全国公開されます。愛も楽しみです。 Keep me high baby, keep me high baby, keep me high baby, just a little bit. Keep me high baby, keep me high baby, keep me high baby, just a little bit.